今日はね、ザクヘッドっていうガチャをね、発見してね、めっちゃね、かっこよさそうだったので、やってきました。パターリスト。おぉ。っていうか、これどっから開けんだ？これどうなってんのこれ。これがザクの頭になるんでしょ？え、待って、これ、普通に、あ、なんかパカリスト開きそうなところが。あ、取れた、お、すげえ！普通に、パカって取れるんだね。うわー、で、これなんだろう。これが、ザクの、あ、物合いだ！ザクの目の部分だね。物合い部分だ。すげえ、めっちゃ光輝いている。うわー、で、パポ。すげえ、中にブックレット入ってんだけど。あ、そういう、これがもうガチャのカプセルみたいになってんだね。すげえ、無駄がないぞ。種類は全部で4種類あって、赤いジョニー雷電機に、この新松永機。で、ガイア機。で、シークレットが1種あるみたい。シークレットレアとして、特別仕様のザクヘッドがラインナップと。シークレットどんなやつなんだろうね。今回ゲットしたのはね、このガイア機なんだけど、組み立て方がなかなか複雑な感じがするね。あ、でも面白そうだ。ちょっとバラしてみようか、全部とりあえず。とりあえず全部バラして見てみよう。うわぁ、これがザクになるんだ。ブックレットが中に入ってるのすごく面白かったな。カチャリスト、はめ込み。で、こっちもカチャリスト、はめ込み。で、この、下から引き出す、カチャっと。お、やべえ、取れた。このザクのね、物合いの部分を、うわぁ、一番重要な部分だね。ここに装着、ガチャコンと、はめて、わ、すごいな。この、なんかさ、縁の部分の輝きがすごくない？ザクの目の。水面みたい。光り輝く水面みたいに、めっちゃ綺麗に光り輝いている。ザクのお目目。パチッとはめるって書いてんだけど、どこにはめんだろうこれ。パチッとならないんだけどな。なんだこれ。あ、そっか、ここ出すのかな。ここにはめんのか。あ、そうか、ここにパチッとはめんのかも。やっとね、はまりました。そういうことね。いやー、よかった。でも、ね、他が分解されたので、ちょっと戻さなきゃいけないんだよね。まずバイザーの部分を戻して、初めてね、買う商品だったから、どういう感じのものか分かんなかったんだけど、すっげーかっけえわ、これ。ザクヘッド。うわ、これ目とか光ったらもっとかっこいいんだね。目光んないのかな？スイッチとか電池、もう LED がないからね、絶対光んないよね。で、あとはね、この台座、下の部分を、剥がせる、取れるんだね。で、取って、やべえ、ちょっと難しいね、やはりね。でも、まあ、一回やったからもう慣れたから、次から多分楽だと思う。もうちょっと楽にできると。うわー、マジでめっちゃかっこいい。見て、ザン。あ、ちなみにこれは使わないんだって。これは、これとこれは使わないらしい、組み立てには。すげえ。みんな見て、このザクヘッド。ガイア系。しかもね、意外に大きい。俺もっとちっこいのイメージしてたんだけど、かなり大きいな。自分で組み立てる喜びもあるよね。これはハマるわ。めっちゃかっこいいっす。うわぁ。一回ね、500円でなかなかの値段するんだけど、もうその理由が分かったわ。なんでこんな高いのかなと思ったんだけど、その理由がね、分かりましたわ。めちゃめちゃクオリティ高いしね、かっこいいこれ。500円以上の価値あるわ。さっと、綺麗に拭きまして、パカリスト、はめ込みます。ガイア機ザク、うわ、かっこいい。あと目これ光ら、いやこれ目とかさ、改造できないかな？光らせたいよね。いやでもな、まあ、方法はいろいろあると思うけど、俺無理だと思う。不器用だからさ。俺できないと思う。これ業者とかにお願いしたらいくらぐらいするんだろうね。LED をつけてくださいみたいな。業者とかあんのかな？ちょっと探してみよう。あったらお願いしてみよう。うわぁ、これ目光ったら超かっこいいぜ、ザクの。いやまあこの時点でも、いやかっこいいな、マジで。めっちゃ光って、この反射すごいよね、この目の部分の反射。ちょっと分かりにくいんだけど、モニター越しだと。かなりね、目の周りが反射して、光を反射して光ってんだよね。ということで、今回はザクヘッド第2弾の開封レビュー動画でした。これ第1弾も欲しかった。あ、まあネットで買えるかな。ちょっと探してみて、あったら買ってみようと思います。想像以上の出来だったわ。あとはジョニー・ライデン専用機と、新松永専用機。あ、そうだ、シークレットも出さなきゃ。シークレットどんなやつなんだろうね。めっちゃ気になる。書いてないんだよね、ここにね。3種しか書いてないから。まあ書いてあったらシークレットじゃねえもんな。書いてあったらもう隠れてないもんね。シークレット秘密になってないもんね。次回はね、シークレット。まあ動画撮るかはわかんないけど、インスタかツイッターにアップしようと。まあどうしよう、動画撮ろうかな。まあリクエストがあれば動画も撮ろうと思います。とりあえずこんな感じの商品でした。また次回、次の開封動画でお会いしましょう。ザクヘッドバイバイである。やべえ、これマジハマるわ。しかもこれ被っても全然いいよね。これ500円でさ、被ったら普通はまあ400円ぐらい超えるとさ、被ったらきついんだけどさ、これ被っても全然いいよね。めちゃ、もう並べれば並べるだけ迫力が出て、めっちゃかっこいいだろうな、ザク。